あ、パスガードフィットソン白木アマゾン大輔です。今日はですね、ハローの代官山に来てまして、まあもうすごいもう感動してます。尾身川選手、ありがとうございます。なんか僕すごくいろいろ聞きたいことがあって、もう尾身川選手ってなんていうの、すごいこう今って年齢おいくつになられる？44です。44ですよね。で総合とかもバンバン出てるし、でしかも勝ってるじゃないですか。なんかこう普段って練習って週どれぐらいなんですかね、頻度。そうですね、今は、はい、週3回4ぐらいなんですけど、はい、まあやりたくなかったらやらないみたいな。ああ週3回4で、あ、じゃあ結構じゃあ回復も意識されてるってことですか。じゃあそういうわけじゃないです。やっぱり他の道場を経営したりとか、あ、まあ、業務もあるからっていう、はい、その中で、まあ、週3、4ぐらいなんですけど、はい、昔ほどがっつり練習っていうのはできないんですけど、はい、その中で自分で調整しながら、1回の練習っていうのは時間って、まあ、どういう感じなんですか。まあ、大体午前中ですね。午前中にやって、はい、あ、そうですよね、はい、もう週3のうちに例えば実践練習とか、まあ、今日でいうストレングスみたいなのがあると思うんですけど、はい、どういう割合なんですか。そうですね、ストレングスの日だったり、はい、あとコンディショニング、心拍かけるコンディショニング走ったりとか、はいはい、ここで心拍かけるトレーニングだったりとか、はい、あと、軽いスパーリング、総合格闘、スパーリング、はい、キックボクシングの練習、はいはい、じゃあ結構じゃあ、まあ、それで3、スパーリングってどれぐらい本数やるんですか。そうですね、まあ気合い入ってる時は、はい、5本、5、6本、そんなにやらないですね。5、6本の結構すごい本ですけど、いやすごいな。いや、やらない時はでもやらないですね、ま、はい、あ、そういう時期も、乗らない時は逆に怪我しちゃうので。じゃあストレングスに関しても同じですか、ね、乗らない時はやらない。いや、ストレングスは絶対やってます。常にやってます、ね、あ、じゃあ走ったりとかトレーニングとか、あ、もうそこはもうベースで、はい、そこは絶対こう外さないようにして、はい、あー、すごい、なんか共感できますね、なんか、いや、回復力とかそういうので考えると、いや、すごい、モチベーションずっと高いじゃないですか、もう、なんていうんですか、もうずっとシェイプもされてるし、はい、なんか、こう、なんていうの、さっきの、まあ、ちょっと重複しちゃうんですけど、質問が、はい、こう、なんかそれをこう保ち続けるコツとかってあるんですか、もうずっと高いじゃないですか、いつも。なんか、はい、そうですね、やっぱり自分がかっこいい、かっこよくいたいっていうかがとこだけじゃないですかね。あかっこよ、かっこよ、そうですよ ね、ちょっと、じゃあ、まあ、戦いにおいても、はい、なんで戦うのっていうのに対して、はいはい、勝つとか負けるよりも今はもうそれをもうちょっとなんていうんですか、超越してるっていうか、ただもう自分がかっこいい姿になれる、戦いに挑もうとしてる自分もかっこいいっていうか、はい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 、自分に寄ってるだけですよね。すいません。まあだけどそれはまあまあ格闘家たるもの全てちょっと近いとこってありますよね。こうちなみにサプリメンテーションってどんな感じなんですか。いつもってこう確実に取ってるものってあるんですか。そうですね、まあこうハレオさんなんですけど、はい、特にハレオの商品とかで売ってるものです。C3X、あの練習中の、はいはい、あ、いいですね、C3BCA、うん、はい、まあ、確実に取ってみたいな、はい、プロテインとかも取るんですか。取らない、あんまり僕結構あれですよね、僕あの拝見してるとお肉食べますよね、はい、だから確実、じゃあどっちかっていうともうそういう食事で取ってるっていう。そうですよね、はい、そういうことなんですね。いやあのね、これね、かっこよくいかなきゃダメですよ、皆さん。あの、本当にいや、もう天野さん、はい、かっこいいですから。あ、本当ですか。いや、嬉しいな。寝技でバッチリ取られて、いえいえ、も
本当に、本当にそんなこと、あの今日本当にね、いや僕本当に鬼谷さんもう柔道やってる人間からしたらもう本当に尊敬できるでもしてます本当に。だからなんか例えばじゃあまあこうこれは全ているんですけど、今から格闘技始めようとする人とか、まあまあ全て ジュース僕はジュースなんですけど、まあ格闘技始めようとしている方とかに何か一言ありますか、なんか最後に。そうですね、やっぱりそのかっこよくなれる、あ自分がかっこよく、自分がかっこよくなれるっていうものに、はいはい、没頭して、はい、まあまあ格闘技じゃなくてもいいですけど、はいはい、まあ、でも格闘技は一番そのなんていうんですか、はい、武器も何も使わない、その僕は誇りに思ってるんですよ、格闘技ってもう、はい、武器も何も使わない戦い、はい、その昔のコロッセオとかでやった、はい、囚人たちが、うん、お金持ちがやって、はい、はい、もうそれを自分が今やってるってことが、はい、それがかっこいいですよ、いや、マジ、MMA をやってる時点でかっこいいですはい、そんな感じです、小川選手、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録といいねもお願いします。最後にですね、湧きさせてもらっていいですか、一緒に、はい、こうやって湧きさすんですけど、口で湧きさす、こうやって湧きさせてます、あ、こっちです、ありがとうございました。ですね、先ほどの三川選手が言っていた C3X はこちらですね。こちらは BCA が主なんですけど、まあ、特に練習中とか、まあ、練習前、まあ、練習後でも大丈夫です。で、味が結構ね、いいんですよ、これ結構じゃないかな。なので、まあ、例えばプロテインを、まあ飲みたくない時とか、ちょっとまあそういうこう暑くてきつい時とか、そういうのを使うといいかなと思いますね。よかったらこれ、飲んでみてください。